シンガポールで、熊の護衛艦展示会中に、衝撃的な情報をキャッチしました。今回は、OZ-5 が、ついに、配備決定を詳しく見ていきますね。OZ-5 が、いよいよ、配備デモが、味方の性能が向上し、より少人数化に成功しましたね。これで世界に売れる護衛艦となりました。待ってた。日本では、今年2023年は、最大で9連休とも評された大型連休だったが、その間の5月上旬に、東洋有数の貿易港として名高いシンガポールでは、4年ぶりに、主として、海軍や海防組織に向けた展示会、イムデクス、アジアが開催された。今回のこの展示会は、イムデクス、アジア、2023と銘打たれ実施されたもので、通算では、13回目の開催を数え、シンガポールのチャンキエキシビションセンターにおいて、60カ国を超す国々から、1万1000名以上の参加が実現した模様だ。イムデクス、アジア、2023には、13カ国の参加国から、22隻の艦艇が派遣されており、その中には、日本の海上自衛隊も含まれ、同隊の最新鋭の護衛艦であるもが、味方の2番艦、熊野、も、チャンギ海軍基地に、その雄姿を見せていた。熊野、は、昨年2022年3月に、神奈川県の横須賀を母港とする、掃海隊群に配備されたばかりで、1番艦、も、ガミも、同部隊に、翌4月に加わっており、これまでの護衛艦と一線を画す、ステルス性を前面に出した艦影が特徴である。も、が、味方護衛艦は、3番艦、の城が、2022年12月、4番艦、三熊が、2023年3月に、共に、長崎県の佐世保を母港とする護衛艦隊の第13護衛隊に配備され、日本の東西に2隻ずつ、が割り振られた形となっている。今回のイムデクス、アジア、2023への、熊野、の参加をめぐっては、日本の SNS 上などにおいて、一部では、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦が派遣されることを、いぶかしむ、意見も散見されたが、この程度の行為で、他国に性能を把握されるとは思えない。大半の行動が秘匿されている潜水艦であれば、個別に異なる音紋を他国に収集されるというような危険性もあるだろうが、ステルス性を高めているとはいえ、水上戦闘艦は、容易に目視できてしまう、存在である。したがって、敵のレーダーに察知されからしい、ステルス性を追求しているからといって、その効果が、こうした展示会への参加で損なわれる可能性を論じても無意味で、むしろ、こうした最新鋭艦を、海上自衛隊が装備していることを知らしめる効果の方が優先させるだろう。も、が、味方護衛艦は、海上自衛隊の艦艇としては、初となる FFM という、新たな艦種記号が付与されているが、これは、艦の規模のフリゲートと多用途、マルチパーパス、嫌い、マインの M から取られたものだと、説明されている。この FFM なる艦種記号が示す通り、もが、味方護衛艦は、従来まで、ハモット小型の掃海艇が、専門に担っていた、対機雷戦闘能力を備えている点が、大きな特徴であり、対艦、対空、対戦を含む任務の多様性への対応を目的としている。ただし、シモが味方護衛艦の兵装は、62口径 127mm のマーク45単装砲1機、4連装の1七式艦対艦誘導弾2機、そして16セルのマーク 41VLS 垂直発射艦等となってるが、主兵装たる VLS 垂直発射艦は、しばらくは対専用のロケットだけの搭載だとされている。これは、VLS 垂直発射艦で運用する、長射程の艦対空、及び、
艦対艦ミサイルの選定に時間を要するためとされており、かつ予算の都合上、そもそもの VLS 垂直発射艦自体の搭載が後日対応であり、その点は確かに心もとない。またもが、味方護衛艦の16セルという VLS 垂直発射艦の数も、日本の仮想敵国である中国海軍の054A 型エカイアイアイ型フリゲートや、ロシア海軍のアドミラルゴルシコフ級フリゲートなどを32セルと比すれば、半分に過ぎない点も事実である。こうしたもが、味方護衛艦の軽兵装は、中国の SNS 上などのコメントでは、当然のことのように揶揄されてはいるが、海上自衛隊としては、このクラスの艦艇に、重兵装は不要と判断していることの表れでもあり、一概に断ずべき部分ではないのだろう。またもが、味方護衛艦が、収益を始めた時点においては、同級は、最大で、22隻という、大量圏の可能性があることも指摘されていたが、2023年1月末に、2024年度からは、さらに、新型の FFM の建造が予定されると判明し、12隻で終了することが確定している。ただし、個人的には、新型 FFM とは言うものの、も、が、味方から、抜本的な変更が行われるとは考えにくく、これまでに判明したもが、味方の改善点を盛り込んだ形で、自動車でいう、大規模マイナーチェンジ的なものに、相当するのではと予想する。さて、今回のイムデクス、アジア、2023に参加した、熊野、だが、そこで、イギリスの軍事専門誌のジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー誌の取材を受け、UUV、機雷探索用に開発された無人機の運用が開始されていることが判明した。この UUV、機雷探索用に開発された無人機は、三菱重工業者が製造を担当し、2013年から2016年の期間をかけて開発されたもので、海上自衛隊での正式な装備名称は、OZ-5 自立型水中高層式機雷探知機と呼称されている。ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー誌の取材で明かされた内容によれば、熊野のみではなく、これまでに収益を行った4隻すべてのもが、味方護衛艦で、この2023年3月以降、OZ-5自立型水中高層式機雷探知機は、運用が開始されたという。OZ-5 自立型水中高層式機雷探知機の特徴は、水中を自律的に航行して、様々な種類の機雷を探知する無人機であり、全長は 4.0 メートル、全幅は 0.5 メートル、総重量は 0.9 トン、水中での最大速度は7ノットとなっている。機雷は、製造コストが安価な割には、敷設されてしまえば、その海域を、比較的容易に海上封鎖することが可能な兵器であり、かつ、近年では、新しい技術を取り入れた発見が、困難なステルス性を持たせたものや、海底に埋没させる形式のものなどが登場してきている。こうした新型の機雷の前には、従来の掃海艇のように、自らがその敷設された海域に入り込んで、除去を行うことが、著しく困難となっており、有人の掃海艇では、対応が難しい、それらの機雷に対し、新たな対処方法が模索されてきた。そこで開発されたのが OZ-5、自立型水中高層式機雷探知機であり、探知自体が難しくなった機雷を、広い海域にわたって自立した航行を、行うことによって、万一の際の人的な損耗を防止しつつ、その探知を行う任務を遂行する。OZ-5 自立型水中高層式機雷探知機は、2種類の異なる周波数帯に対応した合成海溝ソーナーを搭載しており、低周波に対しては、日本の NEC 社製、高周波に対しては、フランスのタレス社製のソーナーを採用している。
日本の NEC 社製、フランスのタレス社製の2種類の合成開口ソーナーによって、機雷そのものは、元より、その埋没した海底の地形の情報を取得することを可能としており、この仕組みを備える UUV、機雷探索用に開発された無人機としては、世界初となっている。OZ-5、自律型水中高層式機雷探知機は、昨今の海上自衛隊の潜水艦と同様に、本体には、高度な姿勢制御が可能な X 舵を備え、充電方式のリチウムイオンバッテリーを動力として、4ノット航行ならば、最長でおよそ9時間に及ぶ駆動を実現している。こうした OZ-5、自律型水中高層式機雷探知機が持つ機能は、フランスの大手軍需関連企業である、タレス社の技術が用いられていることは、比較的に、メディア等への露出も多く、知名度も高いものと想像される。かたや、日本の NEC 社は、こうした軍需用途への参画は、あまり大々的には取り上げられていない気もするが、今年2023年3月中旬に、千葉の幕張メッセで開催された DSEI Japan 2023では、同社のブース内で OZ-5 自律型水中高層式機雷探知機の模型が展示された。日本の防衛産業に製品を開発している企業は、どうしても自衛隊のみが供給先であるため、製造数量が限られ、商業的には採算が合わないことが多く、撤退企業も後を絶たないが、NEC 社には防衛産業分野でさらなる協力を願わずにはいられない。